超怖い。でっかいじゃないじゃん。あれ1兆円って書いてないじゃん。うん、あるよ。どこ？もう消しちゃった？消してないよ、これ1兆円って書いてある。どこに？どこに？まあ、もっと大きく書いてあったじゃん。いや、周り大きくしちゃって目立たないようにしたね。ちょっとね、あそう、ちょっと YouTube で1000万ぐらい1兆円って書いてあるわ。あ、消えた。はいはい、ここ1兆円ね。あ、これ1兆円ね、うん、素晴らしい、うん、1兆円。ちょっとライブ作ってあれあれ、あの天井裏見えるで1兆円の家が。ああ、そうだね、天井裏もある。うん、ここはあの両親が住んでた。え、両親が、あ、両親ね、うん、家族も住んでたで、ね、両親ってより、うん、それにあの親父のね、親父の袋の家族。これ靴で上がってっていいの？あ、靴でいいよ、上がって。まだそうですよ、ここ、うん、靴で上がってくれ、いいよ、うん、ここ上がって、うん、そう、うん、まあ、ごめんね。なんかジュースもあるじゃん。うん、持ってってみよ。誰かいる？俺いるじゃん。ここで寝てるの？ここで、ね、今までね、昨日はここで寝たけどね。これは長いうちですね。うん、長いよ。だって一家6人で住んでたの、ここ。あ、そう、うん、で、前に家を建った。うん、で、俺ね、お嫁さんもらって家族の時もここを建ってね。お、何かあるね。うん、あるある。豪華なものが、うん、ないない。うん、豪華なものはないよ。豪華なものはない。おお、おお、2階もあるだね。これは窓開けっぱなしですか？窓開けっぱなし。何か仕事やってないけどね、私有名になってね。仕事をやってたの？何か。そうそう、奥さんもそう、工場の人で、そこ。ああ、ここが、うん、ああ、本当だ、鉄骨なんだ、ここがね、うん、うん、もう2階軽量鉄骨じゃないけど、鉄骨でしっかりしてるね、作りは。うん、意外とね、あの当時結構作りは。それでは2階上がってみたいと思いますね、うんうん、お願いしますね。2階、あ、わあ、たくさん部屋があるんだね、うん、子供部屋ね。広い部屋が、こちらも、うん、オルガンがあって、そう霧のタンスがあって、そう、それをこれ持ってたね、昔ね。うん、これは骨董品みたいなもんだけどね、売れんがね、きっとね、うん、もう。これはあの、あれ、窓は夜は閉めるんでしょ？うん、あの閉めたり開けたり。ああ、うん、あ、そう、うん、時によってね、台風来るってたもんでね。うん、近いうちにね、強いやん。このうちは掛け軸が好きなんですね。そうそうそう、掛け軸ね、うん、うん、一応最初掛け軸だったね、うん、ご主人、お父さんの趣味だった。お、親父の趣味はないね、そういうのは、うん、おお。でも 南向きに見部屋あるやんね、うん、うん、あの兄弟4人だもんでね、うん、部屋だって1人ね、なかった人ですよね、部屋。うん、あ、じゅ、兄弟がね、うん、兄弟4人でね、うん、部屋3つだったもんでね、1人、部屋なかったりするよ、うん、掛け軸の趣味があれだね、うん、結構ね、平安時代か、平安時代か、あの時代の絵巻だね。そう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 。うん。光源氏の時代で。うん。そうだ、最近だと多いよ、あの、宮内庁っていうのにできてね。うん。
あ、屋根が鉄骨でね、うん、なるほど、うん、こういう家は珍しいね、駐車場で鉄骨の家は結構あるけどね、1、2、3、4、ね、余計あるだね、今少ないよ、今っていうか昔はだね、うん、うん、昔はコンクリートの家があるってばっかり、今はコンクリートの家あるもんね、今もね、そうだ、そうですね、うん、なるほど、これ一人でリフォームしてさ、うん、貸せればいいじゃん、そうだよ、お金あるよね、全部、屋根も全部自分で、うん、で、これ、これまだこの途端なら、芯まで錆びてないもんで、うん、ペンキ塗ればこうできるもん、そうだね、ね、うん、あの何人かで住めるシェアハウスってさ、うん、1人2人3人、うん、1人そうだね、4人住めるそうだね、1人1万2万として始まんない、そうそう、1人下がね共同のあれにしてさ、うん、どうでしょうかね、うん、いいね、ねえ、うん、お金持ちになるじゃん、お金持ちになっちゃうね、3万ぐらいだこだね、そう、まあ2万でね、うん、ここが共同にしてさ、うんうん、そうすれば、うん、ねえ、うん、ここら辺がなかなかいいじゃん、これは安いよ、5万ぐらいのこれ、うん、昔だもんね、今15万ですもんね、うん、佐藤勝彦ってやつ、おお、さらっと出るだね、子供、うん、そういうあれが結構人気あったの、この人テレビでいっぱい出て、うん、ここだけ下があるだもんでさ、これ、うんうん、これね、この部屋を誰かあのギャラリーで貸すとか誰かアトリエで、そういうふうに言ってきた人あるけどね、じゃアトリエでね貸すとか、うん、そういう人あったよ、うん、これ結構大きいよ、このうちは、うん、大きいわ、大きいよ、だって一応あれだもん、家族も住んでたの昔よって今見たくね、小さいうちじゃないもん、でここにも部屋があるもんね、うん、ここはトイレ、うん、トイレ、あ、ここのトイレ、珍しいね、うん、入り口にあるんで、そうそう、いいトイレ2つあるで、あ、そう、うん、これはなかなかあれだよ、あの自分の持ち物だな、これあれだよ、うん、結構お金になるよ、これ、そうかね、うん、で、駐車場もこう、ね、うん、何台か止めるもんで、こう、うん、のね、勉強に出ればさ、相当いいじゃないの、うん、そうかもしれないね、うん、これサビ入ってるもんで、サビ取ってからやる、サビ止めを塗ってね、あ、サビ、いや、もう軽く取るじゃなくて塗っちゃおう、軽くブラシでやっただけでいいよ、そうかね、うん、ねえ、うん、自分でやれば50万ぐらいで治るかから、うん、そうかだね、ペンキが、ペンキが、ね、もっと安くなるわ、自分でペンキが5万円ぐらいでさ、うん、で中をね、こういろいろやって、うん、中内装はやっぱ、ね、畳部屋をやめて板張りにしちゃうじゃん、あ、板張りにね、そうね、二世帯住宅、うん、内部刺さす、ね、うん、金庫があっていいね、うん、あれ郵便受けで、うん、郵便受け、これ金庫、その中郵便入る、ね、そう、これね、重くてね、これ持ってる、あ、入ってる、これお、ね、いいね、うん、その下に1億円が入ってる、ね、あ、入ってるね、そう、うん、明日の1億円、うん、うん、これはあれだに、こうリフォームすればいいかからね、こう、そうかもしれないね、そうねえ、うん、ここはあの個人の持ち物、これはね、こっからね、うん、ここらんからこれ和菓子、うん、こっからこっちがおふくろの年になって、これでメインには変えてない、まだ変えてないから、まだ生きてるもん、これ、あ、生きてる、うんうん、じゃあ施設入ってる、うん、そうそう、うん、まあうちのおふくろはあの去年亡くなったけど、うん、結構あれでしょ、年90ぐらい、うん、100と8ヶ月であんな泣きたで亡くなった、それじゃ大変だったね、この間初盆やったけどさ、うん、あ、そう、うん、で、これこちらはもう築何年ぐらいなの、これ築40ぐらい、40年50年ぐらい、あ、そう、うん、あ、もっこっち35年か、こっち50、もっ、じゃあここは両親が入って兄弟もいたんだ、うん、で、うん、で、で、高井さんは長男の方で前に出たと、そう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 、うん、他の土地ね、土地あったもんで火災神殿とかね、うん、そこへ行く予定だったみたいな、親父とかおふくろはね、話が、うん、長屋ここへ立ったので、ね、まずかったみたいね、あ、うん、それだけここへ立つのかなと思って一気に行ったけど、まあ、あれでみんなが他の火災神殿がどっかに立てるつもりでいたみたい、火
西神殿ね、もうちょっと前ね。ここはね、浜北浜松、浜北なる水は浜北なる水浄浜というよね、うん、東だね。うーん、これはあの、ここに電話すれば何かいいことある？これは俺の電話番号です。あと、うん、電話かかるよ。電話かかってくる？かかってこない。かかってくると困るもん。慌ててして帰りますだけじゃね、戻るんです。でもあれだ、あれだね、うん、でもこうやって書くっていうのは、うん、やっぱりね、こう個々の寂しいもんで、そう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 、書くんでしょうね。宣伝のためにね、宣伝ね、宣伝のためにね、 YouTube をね、見て見てって、ここ YouTube も宣伝しようかな、今度。YouTube と、これも宣伝しといて、これ。あ、そう、行方不明になっちゃった、これ、ね、あ、ワンちゃんが、ワンちゃん多分ね、こんな可愛い犬だもんで、うん、お、シャレ10万円、うん、いやー、10万円か、誰かね、多分もう預かったと思うんだよね。10万円可愛いもんで、多分ね、持ち主とか言わんと思うだ、俺目当てに、私は探しに行こう、うんうん、これ太田川、森町、森町ってあるじゃん、ある、うん、あそこの花火見てて、とか行っちゃったってことね。それじゃなかなかね、うんうん、まだ死んでるっていう話も聞かないし、多分ね、これ誰かね、保護して返さんと思うよ、これきっと。私の感じではね、死んでるようには見えんもん。でもあの、ここ通り沿いでさ、よくね、皆さんの中、壁ね、家に字が書いてあると見る、このうちね、そう、奥さんはいるし、子供いてね、